皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。夢を語ると否定されたりバカにされたりするという世間の風潮があるというふうによく言われますけれども、これ本当なのかって思うんですよね。実はそうではないんじゃないか、そんなに夢否定する人いないし、別に夢をバカにする人ないし、まあ、そもそもそんなに人の夢になんて興味持ってないよねっていう人の方が多いんじゃないかと思うんですね。誰かがね、何かこんな風になりたいとかね、こんなものになりたいとかっていう夢を語った時に、多くの人は別に否定もせず、別にバカにもせず、へえ以上で終わりだと思うんですよ。全然関心がない、別に勝手にやればっていう、自意識過剰なんですよ、そうやって言ってる人は。別にそんなに否定したりバカにする人ってそんなにないと思うんですね。いるのは本当にごく限られた人。例えば、まあ一番多いのは親ですよね。大概何かやろうとした時に否定するのは親。で、あとは一番親しい人みたいなところ。あとは要は、やっかみ、要はね、嫉妬から困っている同業者。これぐらいですよ。要は、この人たちって動機が違うわけです。別にその夢を否定するようが。まあ、親というのはある意味すごい心配して、まあ余計な心配なんですけれども、安全に確実に行ってほしいと思うから、その大きな夢とか語られるとやっぱり心配で言ってしまう。だから否定するわけで、別にバカにしてるわけではないと思うんですね。それからあと同業者が夢を否定するのは出し抜かれたくないからですよ。だからもう、あ、やっべえ、この人こんな夢語って、この夢語っちゃったら俺やべえ、みたいな。だから今のうちに叩いとこうっていうだけで、別に、なんていうか、その、バカにしてるとか否定するんじゃなくて、警戒心から否定してるだけですよ。これ、叶っちゃうな、やばいな、みたいな、そういうとこから否定してるだけで、なんかその、夢を語ると、否定されたり、バカにされたりするっていうのは妄想ですよね。その人自身の自意識過剰の妄想で、多分その周りに、例えば10人なら10人いて、すっごい夢を否定する人が1人か2人しかいない。あとの8人は何にも関心がない。で、1人ぐらいは応援してくれるかもしれない。で、でもところが何にも関心がない人が多くて、応援する人も少なくて、だけど1人か2人否定する人がいただけで、俺はもう全員から否定されてるみたいに勝手に思い込んで、悲劇のヒロインを演じてるだけだと思うんですよね。で、これ本当そうだと思うんですけど、よくよくその夢を語った時に、どれだけの人が真面目に本当に否定しているのか、どれだけの人がバカにされているのか、人数で出してみればいいんですよ。多分100人に言っても、多分80人とか90人は何も関心、別に否定もしない、肯定もしない、どうぞ勝手にやればっていうのが、まあ、多分90人ぐらいで、でね、応援しますっていう人はもちろん2、3人ぐらいいると思いますけど、ね、本気で、いや、そんなの絶対叶うわけない、そんな馬鹿げたことやめろっていうのは、1人か2人だと思うんですよね。で、結局、まあ、そういう人が多い人もいるっていうのは、例えばね、同業者の敵が多いとか、普段からのね、発言が、いろいろ問題があるとか、もともと嫌われてるとか、やっぱり別のところに要因があって、別に夢自体が叶う叶わないの問題じゃないと思うんですよね。なんかそこを勘違いして、なんかね、この世の中、今の世の中、夢を語ると否定されるんだ、馬鹿にされるんだ、みたいな、それね、ちょっと今の世の中を読み間違えてるんじゃないかな。これ、昔だったらそうだと思うんです。例えば、高度成長時代の時とかに、なんかね、俺は独立してどうのとか言ったら、いや、なんで会社にいればいいじゃん。そんな独立なんて危ないから、みたいな、ね、その安定志向みたいなのはあったと思うんですけど、もう今時代は様変わりして、何もね、こう安定したものとか確実なものがないし、逆に今ネットとかっていろいろ使えれば、本当にその簡単に、今までよりも簡単に夢が叶えられる時代になった環境だと思うんですよね。だからそういう事例っていうのもいっぱい出てきているので、ね、全く無名だった人が YouTube でね、注目されて、もうすごい何億も稼いでる人もいたりとか、それで注目されて、ね、音楽が売れるようになったりとかっていっぱいいるわけじゃないですか。でも、今までだったらそういうことって難しかったわけですよ。でも今はそうじゃなくなってきてるので、多分その、夢を否定する人とか夢を馬鹿にする人っていうのはほとんどいないんじゃないか。ただその人がそう思い込んでるだけ。一人か二人に言われて、そう、なんか私はもうすっごいみんなから
四面楚歌でみんなから攻撃されたみたいな、まあ、ある意味その被害者妄想というか、まあ、そういうストーリーを作り上げてるだけだと思うんですよね。で、逆にその迫害者、自分は迫害されてる悲劇のヒロインだみたいなストーリーを作ることで応援する人を増やしているだけなんじゃないかっていうふうに、私は思います。だからね、ぜひ皆さんも夢を語っていただいていいと思うんですよね。ほとんど関心ないですから、夢語っても否定もされないし肯定もされないし、むしろ否定されてバカにするぐらいの人はちゃんとその夢について読んでくれてるから、まだマシな方だと思うぐらい、ね、多くの人は無関心だっていうことを、考えて、もうね、自分でやりたいように自分で着々とやっていけばいいんじゃないかなと思います。